こちら、矢田でございます。サルさん、先日ですね、2020年10月の31日ここでタテビ営業家の寺島先生との対談動画ですね、タテビ関係のお話で配信をさせていただきました。で、今回は第2回ということでやってみたいと思います。お話の中心は予備校って楽しいということでございますので、最後までご覧ください。さあ、うん、次でございます。すごいな、受験生の頃、はい、お気に入りの先生はいらっしゃいましたか？いや、僕は、習ってたのは吉野さん、うん、西谷さん。それは代々ゼミの代々木ゼミナール大船校と横浜校。生授業ですか？そうですね、吉野さんも生、西谷さんもそうですね、横浜校で生ですね。それ高校3年生ぐらいですか？高校3年生です。はい、このお二人に習ってて、まあ影響を受けましたね、うん、なんかその西谷先生、吉野先生を受けようという思ったきっかけみたいなのは、いとこ、俺の人生、僕とか言っちゃった僕の人生、いとこによって決定された感じなの。いとこが2個上で、僕の2個上で、西谷さんと、まあ予選日だったんですよ。で、僕に西谷さんと吉野さんいいから受けなさいっていうふうに、あ、そうなんだと思って素直にその2人を受けた。で、もう一番最後まで。そうです、最後のキャンディーロックまで。お、キャンディーロック来ました知らない人の方が多いね。キャンディーロックは伝説の冬季直前講習でですね、はい、これも西谷先生のもう鉄板、もう西谷先生の代名詞、1月10日前後に行う冬季直前講習、はい、さらばもちょっと説明しなきゃいけないな、これな。吉野先生のやっぱり冬季直前講習でですね、さらば愛しの受験生というタイトルで冬講習されてまして、で、それのテキストもですね、なんと何ページ、500ページとかあるんでしょうぐらいあったような感じがするんですよ、ね、キャンディーロックとさらば並べたら、うん、どんどん2つ合わせ10キロぐらいあるですね。すごかったですよね。そういう大人気講座2つね。それは受講中、中、いや、なんか早いもん勝ち。そう並んで取る。そんな楽しい受験生活をですね、楽しかったのかね、あれはでもそれって思い出の、そうですね、だから未だにテキストを作るとき直前講習、僕のすごい重たいやっぱちょっと憧れと言いますか、いや、ありますよね。自分が予備校講師になった時は、そうそうそう、ちょっと真似しようみたいな、はい、私もそうなんですけど、何歳頃この予備校講師になることを決めたのか。21、大学の4年、就職活動の時ですかね。もう就職活動みんな周りはするかもしれないっていう時に、二択だったんですよ。外交官か予備校講師かって全然違う2つ。外交官、うん、外務省専門職員の勉強してて、で、憲法も勉強してて、それと予備校講師と2つ、テレビかけて。どっちが面白そうか。そう、どっちも面白そうだったんだけど、うん、まあ、外交官は外交官でね、やりがいあると思って、うん、いろんなところで、ね、うんうん、で、なんでしたのかなっていうと、なんかね、忘れられない一回夜あって、そうですか、寝てた時にどっち行ったら20年後後悔しないかなって真面目に考えた時があったんですよ。かっこいいですね21の時にね、すげえ布団で寝られなくなって、こう外交官になって40歳ぐらいになって、こうなってああみたいな。で、予備校講師になって40歳ぐらいになって、ああなって、こうなって、今少子化も分かってたから、その時で、こうなって、ああってなって、で、自分がどっちが楽しいかなって思って、その時に決めたんですよ。その日になんかこっちの方が楽しそうって、自由だし、やりがいもあるし、自由だしね、やっぱり自分の実力一つでいかようにでもなるっていう、うん、はい、で、やっぱり吉野さんとか西谷さんとか見てるから、だからなるぞってなって、最初駿台さんの中学生の講師に多分応募されてるはずなんですが、それは当たってますか？いや、本当に今ちょっと気持ち悪くて寒気がしたんですけどなんでそんなことまで知ってるんですか？大丈夫ですよ、何でも見通して。それはちょっと違うんですか？大学2年の時です。あ、そうなんですね。駿台の中学部に入ったのは大学の2年生の時に募集があって、ただのバイト感覚なんだけど、駿台の中学部の雰囲気がみんな大人、あ、みんな大人だと思って、で、その時からスーツ着てやってましたね。大学にずっとスーツで行ってました。お前ずっと就職活動してんなみたいに言われて。そっかそっか。その後講義があるので、なんか私服だと大学生っぽく当時見えちゃうから、ちょっとあえて、そっから僕ずっとスーツがね、大学生の時は大人に見せるためにスーツスーツスーツ、なんかタイミングを失い、いまだにスーツっていう。どこの予備校行こうとかっていうのは何かあったんですか？基本的にまあちゃんとやってれば誰かが引っ張ってくるだろうって思ってた妙な自信があったので、あんまり考えてなかったです僕だって自分で応募して入ったのは多分城南予備校だけなんで。あ、そうですか。あとは全部他の予備校はちょっと寺島先生、そんな感じです、ちょっと助けてくださいっていう、多分試験とか受けたのないと思うんですよ。あ、そうですか。 あと北九州予備校は確かに受けた。あ、受けに行きました。はい、受けました。僕行ってたの博多校と、長崎校。博多校はあの看板校舎ですね。そうなんだ。北予備校舎、そう、人教室200人か250人とか。そういうやつです。あの東京の100倍笑いますよね。いや、僕ね、多分ね、矢田さんと予備校話始まったら多分ね、ここあの業界の人が面白いと思うから5分ぐらい喋ってみません？大丈夫です。浪人はされてるんですか？
してないです。で僕は、今井さん、中本さん、富田さん、木原さん、西谷さんの5人の先生を4年間受けてるんです。で、なんでかっていうと、4年間、なんでかっていうと、っていうことはそうで、吉野さんと西谷さんを現役の時に受けて、大学行って大学生の時にお金払って予備校に来ました。もう本当予備校の先生大好きな方は大学生になってもですね、行くんだ、寄せに通うんですね。そうなんです。ですからその時受けたかったんだけど受けられなかった先生を一人ずつ受けていって、今のメンバーどうですか。今井さん、中本さん、ね、富田さん、木原さん、西谷さん、もう絶対に受けなくちゃいけないメンバーですよね。そうだ、僕もそれ足して5で割ってると思います。だから融合されてスタイルが出来上がってる。西谷さんの板書見てはかっけえなって思ったのは確かにそうで、今井さん見て、ああなるほどって思うとこやっぱあるじゃないですか。で、中本さん見て、文法って深いなって思うじゃないですか。木原さん見て、当時木原さんとミントンさんっていう人がいて、あ、そうです、英作文の、そう、あの英作文の授業見てて、いやー面白いって思ったやり。で、小倉博士さんもいたから、小倉博士さんの授業も受けに行って、大学生の時英作ってそっち使うんだみたいなのがあるじゃないですか。それはですね、もう本当に今の予備校講師としてみんなですね、かなり影響をですね、そう受けてると言いますか。だからもっとだな、だ小倉さんも入ってミントさんも入るから、その知識を全部融合して授業で出してるんですよ、うん、もうだからいろんな先生を足し算して僕の中でいいなと思ったところを取り入れてたのが大学生時代ですよね。だから予備校の先生、まあ、そうは言っても駆け出しなので、うん、型を決めるまでにいろいろ試行錯誤やっぱするんですよね。そうすると誰かの先生の真似をまずしてみて、そうやってみて反応を見て、うんうん、いろいろ変えていくっていう感じで今のスタイル、まあ、だから僕英作文の授業はそのミントンさんの真似じゃないけど、うん、そのスタイルだから書かせる、全部黒板添削して、全部添削、その場で添削をしていくので何が起きるかわからないっていうのが僕の英作文の授業で、もうこの場合はこうこうこう、これはですね予習ゼロです。こっちの知識がないとですね言い悪いがわからないんですよね。それは面白い、これはドキドキですよ、ね、いや面白いです、うん、ちょっとわかんねえなとかなかなかやっぱ言えないので、うん、だそれも英作文の授業全部そうしてますし、だもうそうですね、文法やっぱり中本さん強いですよね。だその影響は受けてますよね。あと雑談の入れる場所とか、そうですよね、今井さんの入れ方と中本さんの入れ方と吉野さんの入れ方と、いろいろあるじゃないですか。僕はそれを融合してその日によってこっちのパターンでいこうって変えてましたね。最初の頃入れ方が違いますでしょ。今井さん突然入るでしょ。そうです、雑談一つやっぱり今井先生を見ててひょっとして意識されてるのかなと思うのが、はい、例えば90分授業の中で、まあ、ずっと受けてると生徒さん飽きてくるので、うん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 、40分から50分くらい経った時にジャケットを脱がれるんですね。でもめっちゃ見たことあるそのシーン、かなり意図的にされてて、今井さんがこうやってるのすごい見たことある。そうですね、あれは見た目を変えて少しアクセントを入れるためにこうやってるの、こうやって脱がれるんですよね。こうやって見たことある、まあ、お聞きしたことないんですけども、すげえな、あれは意図してやってるんじゃないかなとこの予備校談義どこまで放送、これ多分できないんじゃないかなねだからやらさんとこの話したらもう終わんな気がしますよね。そうそうそう、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。これ OK ですか。分かんない正解が、分かんない正解が面白かった、とんでもないです。